ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、今回もよろしくお願いします。で、今回ご紹介する車がこちら、はいはい、レンジローバー、はい、オートバイオグラフィー。そうですね、はい、ただのオートバイオグラフィーじゃないんですよね。はい、ちょっと特別な、はい、特別な仕様になってる。はい、はい、そうです。そんなお車を今回ご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で、こちら、はい、何が違いましたっけ。はい、もういろいろ違います。はい、はい、で、外観的に言うとなんかその、LWB、うん、そうです、はい、ロングホイールベース。ロングホイールベースですよ。はい、でかいっすね、これ。でかいですね。はい、なんと全長が5メートルオーバーっていう。そうです、はい、5メーター20ですね。ですよね、はい、はい、で、全幅も1980ぐらい。そうです、はい、サイズ感でいうとなんかちょっとアメ車の、うん、はい、エスカレートとかなんかナビゲーターとかそのぐらいのサイズ感がちょっと感じるんですけど、はい、うん、はい、とにかくでかい。でかいです、はいはい、そしてボディカラー、この黒すごいですね、はい、これなんか。そうですね、はい、あの細かい粒子が入ってるので、はい、すごくとってもこうキラキラした感じの。そうですね、すごく綺麗な感じです。すごい車ですね、これ、はいはい、ちょっと前回りからじゃあ見ていきましょうか、はい、で、グレード的には、はい、ボーグと、うん、スーパーチャージドボーグと、うん、その上のオートバイオグラフィー、はい、なんで上の方のグレードでちょっと顔つきもちょっと違うんですよね。そうなんですよ、そのボーグなんかと、はいはい、それと1段というか、はい、2段も3段も、はい、さらに上を行っている、はい、オートバイオグラフィーブラックという、そんなお車なんですね。そうなんです、はい、で、ところどころこうグリルがちょっと違ったりとか、グリル周りが専用だったり、はい、あとはダクトなんかも違いますかね。そうなんですよ、はい、通常のオートバイオだと、はい、黒い樹脂の、例えば黒いボディだったら黒いまんま、はい、で、この横だけがシルバーになってますね、はい、あ、なるほど、枠がない感じなんですね。そうなんですよ、はい、で、この枠も含めて、はい、ブラックはこれ専用になってますね。なるほど、ちょっとアクセントが効いたフロント周りになってます、ね、そうです。で、この大きいグリルが通常のレンジローバーと違うので、はい、フロントのマスクはインパクトはかなりあると思いますね。で、僕まじまじヘッドライトなんか見たことなかったんですけど、はい、これプロジェクターとかも結構凝ったデザインになってるんですね。そうなんですよ、レンジローバーって入っててこう、はい、バイ HID でいいんですかね、はいはい、PS プロジェクター、はい、70倍の3000ルーメンなんていうメダル、かなり凝った前回り、そしてなんかちょっと高級感がこう感じられる、ね、はいはい、そんな前回りになってますね、うん、そうだと思います。あれ、これこの方も砂漠のロールスロイスって言うんですか。言うんじゃないですか。かつて言われてましたよ、ね、言われてましたよね、はい、うん、でもなんか、はい、まあ、今でも結構皆さん言いますよね、そのレンジローバーでどんな車っていうと。結構2000年頃にこうごたごたして、はい、BMW の傘下に入ったりとか。そうですね、僕知らなかったんですけど、今はなんかインドのタタ自動車の傘下なんですか。傘下です。そうなんですか、うん、へー、はい、なるほど。調べてきたんですね。調べました。そう、おお、はい、はい、で、結構なんかそのインドとか、はい、あの中国とかってこうあんまりこう知識がないんで、うん、どうなんだろうなって思うところあったんですけど、はい、なんかボルボなんかも結構中国の傘下ですよね。中国なんか自動車メーカーの傘下に入ったんですけど、はい、結構中はヨーロッパ その技術者とかデザイナーとか入ってて、はい、ものすごくこうスタイリッシュな、うん、そうですね、外観になってたりとか。そうで、レンジも、そうです、先代モデルはなんか BMW、 鍵がこう BMW と一緒だったりとかしたんですけど、はい、この方からまたガラッと変わって、そうです、ね、ちょっとまたスタイリッシュな、はいはい、なんか欧州のこうちゃんとデザインというか、うん、はい、もう入った感じの車になってますよね、うん、そうですね、はいはい、いや、すごいです、うん、はい、そして横に回っていくと、これホイールがまたすごいですね、これ。そうです、はい、もうポリッシュのピカピカっていう。そうです、ここがちょうど真ん中がガンメタかなんかなって。そうなんですよ、はい、グレー系ですよね、はいはい、グレー系のカラーで、はい、あとはボルトもポリッシュに、なってますし、はい、あとセンターキャップ、もなんか純正でめちゃめちゃもう高級な足元になんかそう、はい、さっきはい、ちょっと車を下見してる時に、はい、カメラマンさんに指摘されましたけど、はい、ちょっと社外っぽくないですかみたいな。ああ、確かにちょっと社外っぽさも醸し出してます、はい、私は個人的に好きです。はい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 、はい、うん、まあ、ちょっとこれ好み分かれるかもしれないですけど、はい、まあ、なんとなくこう全体的なバランス、色のバランス的にはいいかなと思います、ね、なるほど、うん、でサイズ的にはこれ20、うん、これ21です。21インチなんですね。そうです、はい、なので通常のレンジローバーとかもオプションの、はい、サイズだとやっぱり21インチを選べるので、はい、そのサイズになってますね。はいはいはい、はい、すごい。そして、うん、
これですか。そうなんですよ、はい、ここちょっと、はい、ここなんですよって言っても多分分かんないと思うんですけど、はい、普通のオートバイオグラフィーは、はい、そうこのメッキのモールがないんですよ、はい、うん、でまあまあ色はシルバーだったりとか、はい、ボディ同色だったりありますけど、はいはい、基本的にこの4本のモールがない。なるほど、はい、えロングホイールベースって どこが長くなってるんですか。後ろ部分が、そうこの L、はい、これがロング、はい、後ろ後席ですね、あがちょっとここが長くなってるんですか。そう長いと。あじゃあ普通のロングベース、ロングホイールベースじゃないやつも、うん、このデザインは入ってるんですか、うん、入ってます。あなるほど、うん、へただこのメッキのトリムに関しては、うん、そのスペシャルなやつじゃないと。そうこのブラックですね。あなるほど、はい、すごい、はい、そしてちょっと乗り込むときにあの見ますけれども、うん、ここになんと電動のサイドステップが、はい、しまわれてるっていう、はい、なんと向こうにもオートバイオグラフィーがあるんで、はい、しかもロングホイールベース、はい、ちょっと細かい仕様がかなり違うみたいなんで。違う違う分かったそう、はい、これが、はい、これに近いんだこっちが。ですよね、ですよね、うん、ですよね。そうピカピカ感が。だってもう普通になんか高級車の、まあ高級車ですけど、ね、まあ高級車だけどね、はい、なんかそのベントレーとか後ろにあるロールスみたいなそんな感じのデザインとメッキの使い方。確かそういうことですね、はい。そしてなんかこう僕本当にまじまじ見たことあったんですけど、うんうん、これ窓とかもすごいですね、うん、枠ないじゃないですか。そうそうですね、はいはい、後ろのこのガラスにつながるデザイン、うん、これちょっと後で開けますけど、ここに何にもないっていう、うん、あだから余計こう何ていうんですかこう、うん、長く見えるんです、ね、見えるんですかね、うん、こう一直線な、うん、窓も全部つながってるしプレスラインもこうボンネットのフードまでバーってつながってる、あでテールランプまでつながってるんですね。そうですね。はあ、うん、すごい。なんか改めて見るとすごくなんか考えられたデザインですね。はい、車が大きすぎて今移動しました、はい、後ろをちょっと見てみたいと思います。後ろもちょっとなんかこれ、はい、テールランプがテールランプが、ねはいはい、通常のモデルだと、はい、ここ中が赤かったりするんですけど、はい、これはクリアのテールになってますね、はい、そして後ろ僕ちょっとその、はい、予習で知ったんですけど、はいはい、レジでこれワイパー隠れてるんですね。そう隠れてます。こんな風に入ってますね、いや最初一緒ないのかなと思ったら、はい、その辺もなんかこうスタイリッシュになってるポイントですかね、はい、そうですね、はい、そして、うん、オートバイオグラフィー、はい、ちょっと控えめな感じでいいですよね、はい、いいですね、はい、なんか主張しすぎない感じ、うんはい、そしてマフラーとか意外や意外なんか見せないデザインなんですね、はい、そうですね、はいうん、なんかこれ結構すっきりして見えます後ろが。ですよね、はいはい、なんか意外にこう最近の車とかってこうダミーというかこう、はい、バンパー一体のエンドがついてたりするんですけど、そうですね、それすら見せないっていう、はい、本当にちょびっていう、うんあでもちろんこのサイズなんで、まあ、高級車はみんなそうですよね。そうですね、PDCと、はい、バックカメラもバックカメラと、はい、ついてて、はい、なるほど。後期だとなんかここにマフラーカッター的な一体のやつがつくんです。そうですね、で前期なんでこう、うん、すっきりしたデザインで、はい、こうエンドがちょっと出てる、はいうん、これはこれでなんかすごくスマートな感じ、はい、すっきりしてますよね、うん、ちょっとじゃあもう一回おさらいになるんですけど、はい、普通の LWB じゃなくて、うんブラック LWB。 そうです、はい、オートバイオグラフィーブラック、はい、LWB、はい、というお車です。でところどころちょっとこうアクセントが効いた感じになってて、はい、ホイール入ってて、はい、そしてそうです、ね、この車のすごいところが、うんはい、外観よりかもこう中っていう中で、はいはい、中に全力を注いだ車なんでちょっとこれから中を見てみたいと思います、はいはい、でもちろんスマートキーもついてるみたいです。ちょっと開けてみたいと思います。じゃーん、あ電動のサイドステップも、ねはい、もちろん出てくる感じですね、はい、そしてこれもちゃんとレンジローバーのロゴが、はいはい、そして中すごいですねこれね。ドア全部レザー張りじゃないですか。全部レザー張りです。すごい。ここも、はい、ここはパンチングで、パンチング、はい、でちゃんとステッチも入ってて。そうですね、でこの下も全部レザーなんですね。はい、あこここそプラスチックですけどここのパネルは全部レザー張りなんですね、はいあでそんなところにもそ う, わすごい、はい、この中も全部このモフモフになってます。そうですそうです、このウッドもなんかすごいですね高級感がね、はい、で、はい、また違う場所でもご説明しますけど、はいはい、こういう内側とかカメラマンさん映らないかな、はいはい、ちょっともしかしたら暗くなっちゃってるかもしれないですね。暗くなっちゃってます、はい、じゃあ僕の GoPro の方でなんていうんですかこれフェルトっていうんですかね生地、はいはい、柔らかい生地、はい、これ多分荷物とかが入れた時も音出ないようにとか、あとリアシートを
はい、後で説明した時も細かく説明しますけど、はい、いろんなところに音が出ない配慮がされてます、はいはい、レザーだったり荷物だったりとか、なんか見せかけの高級感じゃないですね。そうですね、はい、だってこのポケットの中もだって全部レザーです。そうなんですよ、ちゃんと作ってあって、はい、そうでちゃんと縫ってこう立体縫製してあるっていう。で土ここ触ってこっちほら本当だ、柔らかい生地になって、はいはい、音が出ないようにコトコト、はいはい、うん、ちゃんとプラスチックむき出しじゃない。そうじゃないんですよ。そしてなんかこう青いイルミネーションが、そう、はい、これはねあの変えられるやつ。そう変えられます、うん、えレンジってこんな高級なんですか。そりゃそうですよ、砂漠のロールスロイスですから。あそうですよ、はい、でも、はい、まあ、まあ随所がどうしてもブラックなんで、多少オートバイオグラフィーとは違くて、さらに上を行ってるんです。上をさらにさらにさらにぐらい行ってますね。上を行ってます。え普通の防具じゃこんな豪華じゃないですよね。はい、もうドアでかなり多少回っちゃってますけど。はい、そうですね、すごい、はい、そしてオーディオはこれ僕あんまりちょっとごめんなさい、はい、疎すぎて分からないですけど、はい、メリディアンです、ね、メリディアン、はい、はい、なんかちょっと高級な高級なやつです、はいはい、オーディオ通常のオートバイオグラフィーでもオプションで選べます、はい、あそうなんですか、はい、ただこれはブラックなので、はい、一番確か一番いい出力も大きいメリディアンが標準で装備されてます。はい、じゃあそんなサンドシステムもスキーの、はいはい、ツイーターもスキーの、そうですね、続いて中をちょっと見てみたいと思うんですけど、はい、ちょっとこれ後でインサート入れたのもありと思いますけど中がすごいこれね、なかなか乗らなくて大変申し訳ないんですけどもうこのアルミのスカーフプレートもすごいし、うん、この足元も全部レザー張りなんですね。これそうなんですよ、すごい、ここも全部レザーっていう、でピラーカバーも全部レザーっていう。そうです、なんかもうS クラスとかっていうよりかもっとそれ通り越してベントレーとか、そうですね、なんかロールスになんか近いぐらい、もうそんな感じじゃないですか、凝った車の作りになってますね、うん、ここはちょっとさすがにプラスチックですけど、はい、この下も全部、うん、ちょっと乗ってみていいですか。どうぞどうぞ。よいしょ、わすごい、これはすごい、あシートめちゃめちゃゆったりです。いいですよね、はい、はい、わあ、そしてどっから説明すればいいか分かんなくなっちゃいました、はい、まずシートが、はい、これすごいですね、これなんか調整がそうなんですよ、はい、で足の部分と、はい、背中と、はい、当然あのこれね、はい、ちょっとやると分かるんですけど、はい、肩のショルダーのところがそんなのそうここだけで動くっていう。あじゃあ この背中の丸まる具合が、あそうですそうです、すごい、うん、なんかポルシェの何でしたっけ16ウェイでしたっけ18ウェイでしたっけ、はい、あれもすごいなと思ったんですけど、うん、これもすごいですよね、はい、うん、そしてシートもこのパンチングとこのステッチとすごい、そして車の中の匂いが本当にレザーの匂いで、そうですね、すごい、すごいですね。そしてもう本当にすごいのがちょっと早速いっちゃいますけど、はい、この天井が全部レザー張りっていう。そうなんですよ、薄りますかね、ちょっと頑張ってちょっとここはインサート入れましょう。だからすごいステッチも全部入ってて、はい、すごくないですかこれね。え天井がある感とかってあるっすけどたまに、うん、ありますね。じゃなくて普通のレザーで、しかもステッチのこの立体縫製で。そうなんですよ。で、まあ、当然当たり前ですけどサンルーフの開口部がありますけど、はい、後ろまで全部レザーです、はい、でこのセンターはパンチングになってるんですね、うん、そうなんですよ、すごい。でも後ろのセンターもパンチングになってます。でさっきもドアポケットでも触れましたけど、はいはい、ここバックスキン、これバックスキンさんなんですね、はい、ある感じじゃないですかね、多分バックスキンの感じしますよ、なんかこの肌触りがしそうっすね、しっとりしてるんで、はい、で当然なんですけど、はい、ここがレザーだと、はいきしみ音出るじゃないですか、っていうのとくっつきますよねレーザー同士なんで。だから必ずこのレンジローバーこういうふうにレーザーと当たるところはレーザー同士が当たらないなって、そうバックスキンだったりさっきのドアポケットのフェルトの生地になってたりとか、はい、なってます。で2つあるんですねバイザー。そうですそうです、前よいしょ、すごい、こうなってますね、こういう感じです。すごい。もちろんこれでも使えますし。あなるほどなるほどなるほど、はい、すごい、うん、でもズッチこれは最近の SUV はみんなこんな感じです、はい、あそうなんですか。そうなの、うん、ちゃんと LED の照明で、はい、
と、はい、まあ小さいことですけど、はい、このハンドル、すごい、音もレーザー針です。だってこの周りも立体縫製で、そう、すごい、ちゃんと接地入ってて、はい、で握り手はちゃんとレーザーになってる、はい、すごい、素晴らしいですよね、はい、こんなに豪華なんですか。はい、でラッシュももちろん全部レザーで、はい、だと映るかな、これよく見ると、はい、ネイビーなんですよこの車。あ、なんか黒じゃない、黒じゃないんですね。そう、はい、でハンドルもそう。あ、本当だ。でこのスイッチ類と見比べてもらうと、はい、色味の違いが分かると思うんですよ、ね、確かに。そう、はい、でネイビーなんですごく高級感あります。へえ、あの薄めのベージュというんですかね、アイボリー系とネイビー系、このステッチがすごい、すごいよね、はい、うん、本当になんかベントレーとかそういう類の、うん、はい、エアバッグもこのベージュのレザーで、はい、風じゃないですからね、ね、はい、すごいこの車、うん、そして操作類はワイパー、うん、ワイパー、はい、ウインカー、でこっちがウインカー、はい、でこの辺はナビオーディオの、うん、そうです、はい、でそこが、はい、クルーズコントロール、あ、こっちクルーズコントロールで、この車はレーダークルーズがついてます。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、すごい。あとは、はい、あ、ステアリングヒーターもついてるんですか。そう、普通のレンジローバーでもついてますけどね、はい、でも普通 の, あのレンジローバーとかだとオプションです、はい、レーダークルーズも当然オプション、はい、でも年式からこのぐらいの年式から標準だったかな、そのグレードにもよるんですけど、はいはい、でステアリングヒーター、あとレンジローバーのステアリングヒーターがすごいのは、はい、温まるまでの時間が早いです。あ、そうなんですか。すぐ暖かくなります。へー、だから意外と真冬ここヒヤッとするじゃないですか、はい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 、そういう時スイッチ入れてもらえれば、はい、本当にすぐ、温まってポカポカしていきます。すごい、はい、そしてステアリングヒーターっていうと次に気になるのがシートヒーターなんですけど、そうですね、当然この車もついてるわけですね。もちろんついてます、はいはい、スイッチはこれどこにあるんですか。スイッチここにあるんですけど、はい、モニターがついてないと確認ができないので、ちょっと、はい、もう一回、うん、それで OK、はい、はい、あ、レンジローバーって言って、あ、うん、メーターフル液晶なんですね、これ。そうです。へー、はい、で、この辺がシートヒーターが、うん、そうです、はい、ついてて、うん、暗めとこれエアコンですよね。そうです、はい、あ、で、この辺もこう電源入るとこうスイッチっていうか、そうです、が出てくるタイプなんですね。はい、あ、このエアコンも含め。そうです、エンジンかけないとダメですね。なるほど、かけましょう、はいはい、あ、このエンジンかけた音もなんかもう何ですか、 V6、V8 じゃなくてなんか V12 みたいな、あ、クランキングの音っすね。確かにね、音っすね、はい、シュル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 って、うん、で、ベンチレーション、はい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 、シートヒーター、はい、あ、マッサージもついてるんですね。マッサージついてますよ。すごい、快適です。あ、ベンチレーションも、え、6段階ですか。あの、はい、そうです、ベンチレーション涼しい方が、そう、3つです。3段階、3段階ですね。そうです。で、これで上げていけば今度シートヒーターになる。あー、なるほど。こういうふうになりますね。え、待ってください、リアシートってリアにもついてるんですか。あ、ついてます。あ、リアもフロントで調整できるんですか。はい、すごい、うん、リアシートでもできますし、フロントで調整もできます。装備すごいっすね。すごいですよね。で、ナビ、そう、はい、で、携帯、はい、いいですか、オーディオビデオ、はい、はい、で、よいしょ、ナビにしましょう、はい、はい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 、うん、で、今ナビですね、はい、で、これでナビ映ってますか。ナビ映ってます。ナビ映ってる、はいはい、で、こっち、これ映してください。おー、オーディオ画面になってますね。助手席と運転席の人が見る画面が違う。ありましたね、こういう液晶、ね、そう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 、すごい、すごいっすね。はあ、こういう2画面の多様な液晶になってます。すげえ。で、カメラとかもこれ、はい、これで出せるんですか。あ、これ今出てます。あ、フロントカメラもついてるんですね。そうです、そうです、360度。あの、ごめんなさい、ちょっと今ね、はい、2画面になっちゃってるんで、僕も、あ、なるほど、確認しづらいんですけど、はい、これで、はい、フロントカメラもついてて、そうです、そうです、フロントカメラもついてて、はい、で、はい、路肩表示、
はい、両サイドの表示ですね。今運転席ドア開いてるからちょっと位置が悪いですけど、はいはい、この助手席フロントタイヤですね。あ、そっか、キノコミラーがない代わりに見えるんですね。そう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 、なので、はい、よいしょ、これで、あれ、ごめんなさい、はい、向かった表示、交差点表示、あれ、300、あ、ごめんなさい、バックに入れた時だ、はい、バックに入れてみてください、はい、こうなります。へえ、はい、でここが360度のセンサーが表示さ、はいはい、今ちょっとドアが開いてるんで、そうですそうです、はい、なんですけど、うん、へえ、うん、じゃあこのボディサイズでも全然余裕ですね、はい、これだけ安心です、はい、ついてれば安心ですね、はい、そうですね、なるほど、あの擦ってしまうリスクは極めて少ないと思います。なるほど、あとパークセンサー の、 あの表示と、そうです、あとこの P はあれですか、はい、あ、そう、なるほど、縦列、うん、のサポートもついてるんですね、パークアシストついてます、はい、すごい装備が全てついてます。あ、ごめんなさいね、そう、それが駐車、はい、うん、データもこのスーパーチャージド、そうです、でこれも、はい、あの下のグレードになると、はい、メーターが普通の2連メーターになるんですよね、ここが。あ、そうなんですか。メーターパネルがもう違うんですよ、これ液晶の、液晶って言っていいのかな、これ、はい、うん、のメーターは、はい、グレードが上のグレードじゃないとこれになりません。あ、はい、すごい、うん、そしてこの辺はもうちょっとさっきいじっちゃいましたけど、なんとこれがシフトっていう、はい、そうですね、はい、はい、これがかけると、うん、出てきます、ニョキニョキって入ってくるんですね。そうです。で回して、うん、使う感じですね。そうです。なるほど、うん、意外にこう初めて使ったんですけど意外に使いやすいですね。はい、うん、なんかむしろこうゲート式でちょっとたまにこうなんかこうなっちゃう車ってあるじゃないですか。ありますね。パーキングがちょっと入りづらいみたいな車とか、はい、意外に使いやすい、はい、はい、そしてこの辺のパネルの高級感もすごいですね。これそうですね、ウッドの質感とかすごくいいし、はい、はい、うん、でやっぱりこう SUV らしいところもちゃんとついてるんですね、これ、はいはい、このローって何ですか、これ、これのさらにですか、あのローモードですね、ローギアモードかな、ああ、はい、なるほど、はい、でこの辺は何ですか、これは、はい、よいしょ、走行するシーンに合わせて、そう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 、今オートなんで、はい、それを押します、そう、で、はい、もう誰が見ても分かりやすくしてくれてません、絵が、なるほど、雪とか、はい、滑りやすいとか、はい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 、はい、はあ、はい、こうやって変わってきます。すごい、なんかめちゃめちゃ高級車なのにこんな SUV なところもついてるんですねそうなんですよ、でこれで押し込んでもらえば音ですね、はい、なるほど、うん、でこの辺は車高上げ下げ、そうです、はい、エアサスの上げ下げと、はい、ASL、はい、あとアイドリングストップオフ、はい、とこれはトラクションコントロールオフ、なるほど、はい、で電動のサイドもついてる、そうです、はい、でアームレストもすごいっすね、はい、ちゃんとステッチが入って、これ、ね、ちょっと開けてみていいですか、いいですよ、わわー、なんかなんかシガーソケットもちょっとなんか、うん、そっけない感じじゃないですよね、なんか、うん、こっちもそう、うん、はい、あのベントレーみたいなキラッキラじゃないですけど、なんかちょっと凝った感じ、高級感はありますよね、はい、これでいて、で AUX と USB が付いてて、はい、結構深さのある、うん、はい、はい、でカードホルダーなんかついてて、そうですね、はい、すごい、うん、この辺はなんかアルミの削り出しな感じで、そう、質感がこう、はい、いい感じです、いいですね、うん、はい、パネル周り全部統一されてて、なるほど、はい、で足元は、うん、やっぱりこれだけボディサイズ大きいと、はい、割と広めですね、はい、足元ですね、ちょっとフットレストがなんかこう僕的にはこうステンのカバー欲しかった気がしますけど、そうですね、はい、だからこの辺も理由があるんですかね、なんですかね、でもペダル類は、うん、レイアウトはそんなに僕は気にならないです、うん、はい、すごい、いやとにかく中のこの質感がすごい、はい、レンジのこのいいやつってこんなに高級感あるんですね、全く違いますよね、すごい、あ、でパドルもついてるんですね、ついてます、すごい、
視界もすごくいいし、うん、はい、そしてちょっとドアのこっちのスイッチ類も少し気になるんですけど、はい、はい、シートのメモリーですか。そうです。がドアについてですね、はい、あ、でこれついてんですね。ついてます。え、だってステップツイスターいらないじゃないですか。はい、けどさらにこう、さらに車が傾いて、アクセスボード、はい、そうです、はい、乗りやすくしてくれるやつですよね。そうです、そうです。すごい、すごいっす。何でもついてますめちゃめちゃ高級車ですねこれ。そうですね、うん、ちょっとさらにすごい、さらにすごいリアに行ってみていいですか。回り込みますか、はい、行きますか。ちょっと映っちゃいましたけど、はい、ちょっとすごいこの車のもう一番のポイントでもあると言っても過言じゃない。もちろん、はい、ちょっと後ろ続いて見てみたいと思います。はい、はい、でもいや一瞬触れていい、はい、助手席もちょっとすごい、ちゃんともちろんこうゆっくり開くのも当たり前だけど全部レザー張りっていう、うん、そして上のこの開け方にコツがいるのは、はい、あるあるなんでしたっけ。あるあるですね、はい、なるほど、うん、ちょっとレンジあるあるな、このバインってなっちゃう、バインってなっちゃうねバインってなっちゃう。そうなんですよ、これ別にこの車がどうこうじゃなくて結構ね、みんなこうなんですよね、バインっていう、うん、なんか多分でも理由あるんでしょうねこれ。どうなんですかね、ちょっとシークレットボックス的な使い方なんですかね、うん、かもしれないですけどね。ビュッてこう戻っちゃう、うん、はい、そんな小物入れも、はい、でも全部貼ってあるんですね。そうなんですよ、綺麗に貼ってあるんですよ。だってこういうなんていうんですか、こういうとこも全部貼ってる。そう、カバーも全部見えないように。こういうところってみんなプラスチックじゃないですか、こういうところとかってこう一部分貼ってても、見えないところって大体そうです、ね、そう、すごい手抜けないです。ちょっとこの動きはちょっと癖ありますけどそうですね、すごいこの車で当然こっちも全部貼ってあるんですか。貼ってあります。あ、でこれもちゃんとここで一回止まるんですね。ね、でもう一回出そうと思えばこう、そう全部貼ってあるっていう、うん、そうすれば当たらないですもんね、足ね、はい、めちゃめちゃ高級車ですね、うん、すごい。よし、じゃあ後ろを見てみましょう、はいはい、寄り道しちゃいましたけど、はい、はい、当然ソフトクローズもついてるっていう、はい、もう当たり前のものがもう当たり前に全部ついてますねこれ。そうです、はい、でちょっと後ろも見てみたいと思います。はい、後ろがすごい、これすごいですよ。なんすかこれ、すごいでしょ。まさかの4人乗り。そうです。もうなんか本当に なんていうんですか、マイバッハとまではいかないかもしれないですけど、うん、なんかもうそのぐらいコンソールでこう分けてて4人乗りで、うん、シートもなんかすごいじゃないですかこれね。普通にフロントの、いやもう座席と変わらないですよね。そう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 、そんな感じですよね。そして開けてなんか改めて思うんですけど、リアのドアでかいですねこれ。そうなんですよ、このドアの長さすごい、はい、あ、でちゃんとシェードとかも全然ついてるんですか。そうです、ちゃんとブラインドついてます。あ、ブラインドか。そう、土の好きなブラインド、はい、すごい、うん、ついてます。だってプライバシーガラスでブラインドつけたらもうほぼ見えないじゃないですか。ほぼ見えないですね。すごい、なんかすごい。あ、でリアもちゃんと全部。あ、そうです、中も、うん、こういうところもあの気持ちいい生地になってますすごい。あとこちらですね。そしてじゃあリアいよいよ乗ってみてもいいでしょうか。どうぞどうぞ。リア乗ってみたいと思います、はい、リアもフロント同様このセンターがパンチングでこの六角形のデザインがされたシートです。ちょっと靴脱いだ方がいいですか。いいですか、そのままで。はい、はい、ちょっと乗っております。よいしょ。わ、すごい、これちゃんとあれついてるんですね。はい、フットレストというか。そう、はい、わ、すごい、超広いですすごい、なんかもう S のロングとかなんかそんなぐらいのこうゆったり感。そうですね、だって前まあまあ後ろですよね。いやいや全然後ろだと思います、はい、でこの距離っていう、はい、そしてここにもなんかスピーカーついてるんですね。そうなんですよ。でリアのモニターと、うん、はい、いやすごいこの空間が、はい、でリアも当然のように全部、はい、はい、レザーですね。フロントから続くレザー、そしてこのサンルーフの開放感、はい、そうですね、素晴らしい。でこのコンソールもすごいっすねこれ。なんすかこれエグゼクティブシートです。いや本当っすよ、はい、すごい。ちょっと前から見てていいですか。どうぞ。前がこれが、わあ、これもやっぱり全部抜かりなく綺麗に貼ってあります。貼ってあるんですね。貼り込んでありますね。で結構深めで、はい、あ、なんか入ってます。
はい、何ですか、お宝ですね。ヘッドホンが入ってますね。ちょっと開けていいですか。はい、あ、これ全部これに繋がるやつですか。そうですね。わ、すごい。だってこの袋もなんかちょっと高級ですか。バックスキンっぽいっすよね。なんかね、柔らかい生地。あ、バックスキンじゃないのかな、アルカンかな、わかんないけど、ちょっと高級感のある生地で、はい、なんかアルカンっぽいですね。わあ、未使用じゃないですかこれ。はい、未使用です。すごい、ちゃんとレンジローバーって入ってるヘッドホンが、はい、出てきました。すごいね。これ助手席用ってことですか。じゃあ、そうです、助手席用ですね。はい、でこれもちょっと結構な容量ありますね。いや、あの、深いですよ。下までずっとあるんで。ありますね。はい、びっくりするぐらい深いです。はい、はい、そしてエアコンの吹き出しがついてて、はい、そしてすごいのがここなんですよね。そうなんですよ、はい、これかけないと開かない。そう、ちょっと今一回エンジンかけますからね。はい、ここからが真骨頂なわけですよね。そうなんです。いよいよこの車の、こんな感じでリアシートエンターテインメント、はい、そしてこの車の真骨頂がここですね。いいですか。はい、なんでエンジンかけたかっていうと、はい、開けます。はい、まさかの電動っていう。わ、すごいすごい。で、照明がつきます。はい、で、グラスがなんと入ってるっていう、はい、そうなんですよ。え、ナプキンもついてるんですか。ついてますよ。それもオートバイグラスに入ってる。入ってる。すごい、すごい、まさかの。え、グラスにもオートバイオグラフィー大事ですか。すごい。カメラ様、映ってますか。カメラ大丈夫ですか。はい、すごい。すごい。で、じゃあこれはワインとかシャンパンとか。そうです、そうです。ちょっと冷たい、冷たい、冷やせるんですよ。冷たい、冷たい、冷たい。そうです、そうです。こっちも冷たくなるんですか。はい。え、グラスも冷えるようになってるんですか。一緒に冷えちゃうんじゃないかな。あ、そうか、そうか、そうか、そう、ここにいいですもんね。そう、すげえ。なんすかこの車。ねえ、はい、すごいなんか本当、はい、あの、なんていうんですか、もうロールスロイスみたいな感じの。いやいや、本当ですよ。はい、乗りですよね。なんかカリランとかも。ああ、そうですよね。それとこう対決できそうな。そうです、そうです。何を戦うのかちょっとよくわかんないですけどすごい。全然、こんなのあるんすね。いや、あるんですよ。ただお値段、新車の時のお値段が、はい、あまりにも素晴らしくて、はい、なかなかこう日本では見れない車です。ほとんど流通してないっていう。してないと思います。多分数十台ですかね、売れた車、おそらく。すごい、はい、だと思います。僕も想像で今言っちゃってますけど。こんな仕様があるんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。すごい、うん、そして当然のように、うん、このエアコンもリア独立で、はい、そうです、はい、そしてこのこんなにボタンがついてる車あります。よーく 、はい、見ないと何か分かんないですよ、ね、ちょっと待ってください。これがまずちょっとアームレストが、はい、ちょっと待ってください。寄り道していいですか。いいですよ。で、ここドリンクホルダーというか、まあ、そうです、そうです。あ、ここにさっきのグラスが、はい、立てられるんですね。そうですね。で、リモコンもついてて、はい、リモコンがすごいですよね、なんか、うん、すごいなんかアルミの削り出しのなんか感じの。結局合わせてるんですよ、全部。あ、なるほど、はい、で、ちゃんとこのレンジローバー、ランドローバーか、ランドローバー入ってるっていうのが、うん、すごい。で、ここが開くんでしたっけ。そうです、上がるんか。わあ、スイッチが見えました、ね、ここにもスイッチついてる。そうですよ。ちょっとじゃあこっちから行きましょうか、はいはい、これが、うん、なんすかこれ。これを、はい、押してください。これなんすかこれ。お、すげえ助手席が動かせると。うわ、これ前一人、運転手一人だったらめちゃくちゃもうくつろげるじゃないですか。で、ほら、土そこからその横のスイッチで、はいはい、あ、なるほどなるほどなるほど、はい、わわわわわわ、すごい、わ、すごいすごいでしょ。すごいすごいのよ、その動く。あ、これマックスっすね。そう、こんなにリクライニングする車あります、後ろの席が、ね、すごい、はい、あ、オットマンもついてるんですか。そう、ほら、わ、すごい。どう、すごいすごいすごいでしょ。ちょっとこれ前にして、はい、すごいです。これはね、こんな感じにすればちょうどいいかな。すごい、あ、そうですね、そう、あ、もう完璧ですね。すごい、だからベンツでいうと前バッハなんだよね、はい、仕立てが。
間違いなく。これカーペット普通のやつと防具もこういうやつですか？違うと思うよ。ちょっとその辺はあやふやなんで、あやふやなんですけど、でもこのカーペットに合わせてフロアマット、はい、そしてこう足置きも全部同じなんですよ、これ素材が。でもでこの全部このそう可動部は全部このレザーじゃないっていう、ちゃんとバックスキン的な、はい、カメラマンさん映る、これここバックスキン的な、ここも音が出ないように、はい、こっちのレザーを使わないっていう、ちゃんと。確かにそうなんですよね、このこことかも全部そうですけど、そうこうレザー同士にしちゃうとこうくっついたり、そうですよ、ね、ミシミシ音が出るじゃないですか、はい、だからちゃんとこの裏も全部そう、はい、だから違う生地になってるっていう。そうイギリス社のダメなところって言ってしまったらすごく失礼なんですけど、はいはい、ロールスとかベントレーって意外とキシミン多いって言われるじゃないですか、はい、多いって言われるんです、ベントレー、はい、コンチ GT、はい、なんでかっていうとコンチ GT とかフライングスパーの W12 って、はい、天張りもレザーなんですよ、はい、でそこがレザー同士が当たって音が出てレザーも消せないんですよ。あ、なるほど。だからもうメーカーもこれはしょうがないですよっていうぐらいなんですけど、そういうのを、はい、まあ、なるべく出さなくするこだわりの作り方だ。手間かかるんですよ、革と。ですよね。そう、2つの生地で縫い合わせてるんで、ここなんかよくわかりますね。すごい、イギリス高級車ってすげえですね。すごいです。まあでも冷静に考えたらベントレーもロールスももうイギリスですね。イギリスの高級車なんで、はいはいはい、イギリス初の高級車、ね、そうです。すごい、すごい細部がすごい。そしてちょっとこっち行きましょうか。じゃあ続きになっちゃいますけど、はい、なんとマッサージもついてるっていう、はい、もうなんかここまで来るとこう、うん、まあまあついてるよねっていう、それぐらい。ああそうだね、はい、まあまあまあ、はい、で最近の高級車は、はい、ついてますね。ああ来てますね、来てます、はい、来てますか、来てます、はい、で割と細かく調整できる感じ。そうですね、はい、うん、でサンルーフのこのシェードも、はいはい、後ろから開け閉めできます。あ、これ個別じゃなくて、あ、そっか、そう、すごい、うん、どこにしまってあったんですか、こんな長いのだからこういう風に分割されてるんじゃないですか。あ、なるほど、はい、これ開放感すごいっすね。ね、これはすごい、うん、そしてもっとすごいのが、はい、この辺なんですよね、さっきちょっと予習で、はい、あ、これか、そう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 、はい、これをそのスイッチ上からして、うん、わあ、すごい。で開いたらこっち押すんですか。そう、こっち、もう一回、もう一回これ。わあ、出た、出ましたよ。すごい。で、はい、でここから手動なんですか。そう、ここ手動で、はい、このロック外して、はい、上に上げてもらいます。はい、でこのままこう。すごい。どうぞ。これはマイバッハの上を行ってます。そうですよね、はい、だってマイバッハですら手で出しますよ。あ、そうでしたっけ。そうっす、そうだよね、グロノス確か手で出してたもん。あ、そうだ、こうバキッてやって、そうだね、グリンっつって、うん、すごい。あ、テーブルもすごい、うん、ちょっとマイバッハでもこうちょっと薄いし、うん、ちょっとグラグラする感じ多少あるっすけど、うん、はい、全くない。ウッドのテーブルでアルミ素材の、まあ電動なもんそりゃそうですよね。そうですね。でちゃんと USB、 そう、充電がついてて、充電がついてますよ、はい、これグラスがスポッとはまるんですかね、うん、はまるのかな、ちょっとこうちょっとはめてみる、使い方がちょっとわかんないけど、はめてみちゃえばいいよね、はい、でもなんかこれ見るからね、細いよ、多分グラスはここじゃないのかな、違うんですかねこれ、うん、多分何がドンピシャサイズなんだろうこれ。あれ、でもちょっとこれペットボトル挿して、あ、そっちじゃないですか。あ、はあ、すごいこういうことだ。あ、そういうことですね。こういうことでもこうでていいんだ。でペットボトルとかだとこっちなのかな。あ、これいいわ、ほら、すごい。あら、でこれが回るんですか、はい、これね、こっち側を押してください。あ、こっち押すんですか。で、ま、で回 す, で回す、はい、そうするとなんかタブレットかなんかが、うん、そうですね、はい、はあ、こういうことですね。そうですね、すごい、もうなんかすごすぎて意味がちょっとよくわからないえ、あの上の、そう、あ、うん、すごい、すごいこれはすごいぞ。すごいですね。
こんなに豪華なのがあるんですね。そうなんですよ。すごい。でこうしまうときは、うん、またこう上げて上げて、そのまま、はい、落としてください。ちゃんとこうなんかこうガチャンみたいな感じないっすね。ないないないっす、ないっす。全てがなんかシューっていう、そう、あの、はい、節度がしっかりし、なんていうんですか、すごいパシッ。でこれで、はい、すげえこれは。いやブラバス行った時になんかボタンを押して、はいはい、なんかここからこうしまわれてたこう椅子が出てくるやつあったよね。プルマンで。あ、プルマンですか。そう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 、はいはいはい、なんかそれに通じるものを今感じました。なるほど。なんかこういうギミックもそうだし、一個一個の作りも もうものすごい超上質なんですけど、うん、さらにそれをなんかレンジローバーでやるっていうのがいいですよね。そうなんですよ、はい、まさかじゃないですか。まさか、まあ、言ったらあれですけど、カリナンとか、うん、あのベンテーガってもう外観からもう超高級がこうにじみ出てるじゃないですか、うん、なんかレンジってこうなんか多少こうなんか SUV っぽさもこうなんか僕の中でイメージですけど、はい、わかります。なんか超高級っていう感じじゃないじゃないですか。なんかちょっとどっか武骨なところもありつつの感じですよね。だからすごいカリナンとか、はい、ベンテーガで、はい、それなりに珍しい装備がついてると、はい、あ、なんとなく、あ、やっぱりすごいねと思うんですけど、はいはい、レンジローバーだと、はい、ついてるのみたいな感じがギャップがすごい、ギャップがありますよね、はい、そこがまた嬉しくて、はい、でもなんかこの間、この間というか前も土も言ってたけど、はい、例えば当たり前のようにマイバッハだったり、はい、ベントレー、ロールスロイスで、はいはい、あの超高級車で後ろに乗るのもいい、気持ちいいのかもしれないですけど、はいはいはい、こんな車で後ろでゆったりと、はい、また違う喜びがありますよね。僕が知らなかっただけかもしれないですけど、うん、多分知らないよね普通の人こんなのがあるって、うん、すごいすごいですね。このなんか僕の中でこの意外さが、はいはい、多分知ってる人からするといやそんなん全然当たり前でしょって感じなんですけど、うん、かもしれないですね、はい、ただ認知度がすごいね。そうですね、そうですね、はい、そうです、すごい、はい、こんな仕様があるんですね。そうです。さらにツッチここ開けてみて。ここなんですか。はい、じゃん、すごい。あ、後ろの座席用のそうヘッドホンも、そう、しかも、はい、その生地も張り込んでるじゃないですか、はい、で2つ、はい、ちゃんとかかるところも、そうです、そうです、ヘッドホンの形になってる、そうな、ちゃんとなってるんですよ。これすごくないですか、はい、当然未使用っていう、そう、作り当然未使用ですよ。知らなかったんですね、はい、はい、でここには USB、はいはい、あとこの、ジャックが、RCA の入力、そう、入力あります、はい、でこちらが、はい、よいしょ、あ、シガーライター、はい、ほんとかっこいいというかこだわりというかすごいです。すごい、全てにおいて、いやー買えないですけどすごいです、これはこれはすごい。でもリアシートのこのリクライニングというかこう可動域の広さってすごいよね、はい、すごいっす、うん、こんな広い車あります。本当ですね、すごい、本当になんかプルマンな感じ、うん、あ、ちょっとリアモニター、はいはい、あの、ま、ちょっと一回つけるだけ、これで、はい、リアモニターで、はい、右左、あ、この1個のリモコンで左右操作できます、はい、こうやって操作します、はい、でこれでオンで、でこっちにしてこっちでオンで、はい、でつきます。あとはメニューを選んでっていう、はい、こんな感じですね。なので一つのリモコンで両方を操作できます、はいはい、すごい、はい、そんな感じです。メモリーついてるってちょっと若干意味が分かんない、うん、ね、すげえ、この広さ尋常じゃないですよね。尋常じゃない、 そっから見ると気持ち悪いんでしょ。さっき見てたらそう、様子おかしいのよ外から見るとね、なんだろうと思うぐらい。これいいっすね。ほんと。ギャップ。本当にファントムって感じですよね。うん。ほんとほんと。そう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 。ほんとにそんな感じ。そう。S クラスの比じゃないからね。あの、この間いじくり回した、あの、ファントム8みたいな。うん、このオットマンって、はい、意外と別に普通でしょ？普通です。で、閉まった時も普通でしょ？はい。で、ベンツのオットマンってわかる？ S クラスのオットマンって。わかんない。ショーファーパッケージのやつ。はい、当たるのよ、ふくらはぎが。ね、すげえ、あれもう ついてる感満載で、なんか鬱陶しいの、しまった状態でこうなってんすか、ちゃんと。そうだからこうくぼんでるの、ここからこう出てこない、そうだ、一段奥に入ってるから、ちゃんとそういう細かいこだわりがね、レンジイギリスってすげえなと思う。
確かに、うん、違うのやっぱりドイツ日本とは。確かに、うん、1時間超えるね。これ試乗してないのに1時間超えちゃうかもしれないっていうこれはでも特殊ですね。特殊ですね本当に東京店本当にこんな特殊な車ばっかっすね。本当です、まあ、あの嬉しいことに、ありがたい限りで、はい、ありがたい限りでございます。こんな車を扱わさせていただいて、はいね、はい、ちょっとそしたらもう こう来るとリアもちょっと多分ただじゃ済まないんだろう。済まないですね、はい、ちょっと見てみたいと思います。ちょっと開けてみます、はい、いいですか開けて、はいはい、レンジこう開くんですよね。そうです、そうですよね、うん、はい、うわあ、もう当然のように電動で、はい、もう、はい、でこっちも電動なんですよね。そうです、はい、さっき予習でこれを手で上げようとしたら、はい、怒られたって、はいはい、すごい、はい、これトランクもすごくないですか。すごいです。で、はい、さっきあの土がその触っていた、はい、僕も触っていましたけど、このカーペットの質感がもうだってそのまんまちょっと普通の車じゃない、室内のカーペットと一緒です、はいはい、でトランクの内張りも全部レザー、そう、内張り全部、そう、まあ、レザーはまあって感じですけど、さらにステッチも入ってで、ちょっとあの邪魔なんで、はいはい、見づらいんでちょっとこれ上げましょうと思った瞬間に、はい、これもレザーじゃないみたいな。すごいですね。でこれもちゃんとステッチが入って、ステッチが入ってます。すごい、はい、すごいこれはあ。でこれは、はい、あとここの荷物を止めるためのこういう、ああなるほど、はい、なるほど、がこの中に入ってます、はいはい、あちゃんとこの辺の金具もなんか質感いいですね。いや全然違いますよ。これ回して場所が変えられてってやつですか、はい、そうです。あなるほど。で最近のあの、はい、ステーションワゴン SUV にはこの辺も付くようになりましたけどね。全部レザーっすよ。すごくないですか。わわわわ、はい、はあ、意外にでもあれなんですね、スペアタイヤなんですね。はい、テンパーじゃないです。はい、テンパーとか最近もうあれじゃないですか、みんななんか、うん、あのパンク修理キット、ああそうですね、はい、多いですよね、はい、これは違いますね。なるほど、ちゃんとスペアタイヤが入ってます。まあメリットデメリットありますからね、うん、はい、まあ、パンク修理キットだとこう激しくこう漏れちゃったやつって対応できないじゃないですか。そう、やっぱりこう重量とかそういうの許すんであればスペア積んどくのが一番いいですよね。はい、あでちゃんとスペアも全く同じ仕様の。そうです。すごい、はあ、すごいですよね。いやちょっと僕レンジを誤解してました。あそうなんですか。はい、それはなぜ。いや本当に結構高級な SUV ぐらいだと思ってました、うんうん、あそうなんですか、はい、ほら本気で作った人はもう結構どころか超高級レンジがあるんですね。超ですよね、はい、もう恥ずかしながらちょっと知識が足りなすぎましたもう、うん、これなんですか。えこれはスペアタイヤを出す時のここにロープをかけて、もうそんなよっこらしょってする感じじゃないんですね。じゃないです。あここにこうフックこうかけるんだ。でこうやってやって上がってきたらよっこらしょだ。あまあでもそうですよね、女性の方とかまず無理ですもんね、こっから出せないから、出せないですもんね。いや素晴らしい。女性の方っていうかこれ多分男性でも出せないですよ。いや男でも無理無理。そう絶対無理。ちゃんと考えてるんですね。考えてるんだ。映ります、大丈夫ですか。なんかもう徹底的になんか考え抜かれてますね車が。ロングホイールベースだからですか。何なんかリアあんなにこうスペース取ってるのにトランクもまあまあ広いですよね。いやそう、トランクの広さは多分通常のレギュラーボディとほとんど変わってないはずなんですよ。でロングの部分は、はい、後席の足元、はい、で結局リアドアがでかくなってるっていう。なんかでもちょっと不思議、どういうスペース分配をすればこうなるんだっていうトランク広いし助手席広いしフロントもゆったりだし。そうですね、うん、すごい車だからあのロングボディって言い方をしないんでしょうね。ホイールベースを長くして、はい、座る方が広くなるっていう。あなるほどなるほど、うん。ボンネットは助手席のレバーですね、はいはい、最近こう右だったり左だったりこうハンドル位置とか関係ないじゃないですか。そうですね、はいはい、右ハンドルでも左についてたりとかって、うん、ボンネットが結構こうなってるんでこっちから上がるんですね、はいはい、わすごい存在感、なんかアメ車みたいなこう、うん、ドーンっていう。ジャガー製の5リッタースーパーチャージャーでしたっけ。そうです、そうですよね、うん、やっぱり同じイギリスから
エンジンをこう持ってきてるんですね。はい、すごい。そしてこの辺の補強なんかもかなりしっかりしたもの、うん、あ、しっかりします。深いしますね、これね。うん、あ、でもちろんエアサスだからエアの配管と、そうです、そうです、電子制御の足回りと、はい、そうですね。すごい、もうパワーは十分なんで、はい、車の重さを感じることはほとんどないですね。はい、とびきり速いわけじゃないですけど、十分です。はい、必要にして十分な加速を味わえます。なんかエンジンルームもちょっとこうあんまり気取ってない感じが逆に好印象なんですけど、僕的に。そうですね、はい、うん、あの赤くしたりとかカーボン使ったりとか、そうです、多いじゃないですか。多いですね、はい、まあ、もちろんその車のキャラクターでそれ合ってればいいんですけど、うん、なんかこの意外というか、なんていうんですか、こう、うん、あんまりこう主張しすぎないけど実はすごいみたいな。そうですね、はい、うん、であえて別にここを主張する車ではないってことなんでしょうね、はい、だからあえてこう多分シンプルな作りで。そうですね、はい、じゃあ店頭周りちょっと見てみたいと思います。お願いします。あ、スモールがちょうどこのチューブのところが全部光る感じですね。で、ここがオレンジ色に光ってます。そしてロービームがプロジェクターが光る感じです。そしてハイビームがそのままプロジェクターが上に上がる感じですね。そしてフォグがここが LED で光る感じです。ウインカーいけますでしょうか。あ、ウインカーこの下がちょうどチューブで光る感じですね。で、それぞれこの内側はハンドル切ると光る部分みたいです。はい、OK です、ありがとうございます。続いてリアもちょっと見てみたいと思います。お願いします。リアはちょうどこのチューブが四角く、上はこの U 字にで、下は四角く光る感じですかね。で、ハイ、あ、でブレーキが上とハイマウント、ここ光る感じですね。そしてリアフォグはすいません、どこが光ってるんでしょうか。ついてないですね。あ、リアフォグが、あ、リアフォグ両側光るんですね。はい、リフレクターの真ん中光る感じです。そしてバックが、あ、ここがちょうどこの四角く光る真ん中がバック光る感じですね。で、ウインカーはそれぞれこの間が光る感じですね。ありがとうございます。いや、いいなこの車、うん、すごい、いい車です。そして本当に今回勉強になりました、はい、こんな仕様があるんですね。ね、はい、びっくりです、はい、で、毎回肘川さん聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすれば、うん、はい、どんなところ触りましょう。今回あれですかね、うん、ちょっとこう、そう、どうなの、肘川さん的に気になるポイントがちょっと2箇所ぐらいあるんですよね。そう、はい、ちょっとちょっと正直にお伝えすると、うん、傷がちょっと本当にちょびっと、はいはい、ここにちょっと傷があります、はい、あと反対側もでしたっけ。そうです、はい、あとね、もう一箇所、ここにちっちゃい傷があります。ちょっと車の、うん、ポジション的にもちょっとやっぱりそこもちゃんとしっかり直したいな。そう、直したいですね。あと反対側も、はいはい、線傷がちょっと入ってる感じですか、ね、そうなんですよ、はい、ちょっと引っ掛けちゃったかなっていう感じ、はいはいはい、あとはカスタマイズは結構意外にでもレンジローバーのお客様はうち多いんですよね。多いです、はい、やっぱ定番で言うのは、はい、アルミホイル、はい、それはマンソリーの22インチだったり、はいはい、最近はでもアメダイ入れる方は多いです。あ、なるほど、はい、アナーキーだったら、はい、アナーキーだったり、はい、1221だったり、はい、ADV1 だったりと、はい、いう方が多いですね。なるほど、でもさらっと仕上げた方がなんか決まりそうですね、うん、はい、でもこのオートバイオグラフィーブラックなんで、はい、ちょっと難しいですよね。あ、なるほど、なるほど、はい、抜き出た高級車っていうイメージなんで、はい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 、その辺をどう触っていくか、はい、なるほど、うん、あえてそのまま乗るのも全然ありですよね、これ。そうですね、はい、こうカスタマイズにはならないんですけど、はい、もう僕一個だけ気になって、もうさっきから気になってしょうがないところが、はい、キャリパーの色、これちょっと嫌なんですよ。ああ、そうですね、なんかもうちょっとこう素地のこの、そうなんですよ、鋳物の感じの色は何色でもいいんですけど、はい、ちょっとこう、はい、ツヤっとして仕上げれば、はいはい、黒とか、そうです、ガンメタリックで、はい、シルバー、明るいシルバーでも僕はもう全然 OK だと思います、はい、なるほど、ツヤっとして、はい、ちょっとメカニカルな感じがちょっと出ちゃってますよね、鋳物な感じの、ね、なるほど、はいはい、そんなのがおすすめでございます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりレンジローバーオートバイオグラフィーブラック LWB をご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。